まあ、昨日、入札が2度目流れまして、病院は急遽中止ということになりまして、今後考えられるのが、当然ながら、ドクターの流出、まあ、いわゆる給付の引き上げなどを含めて、非常にその小樽の市立病院の方向性が全く見えない状況になってきてなった状況で、改めてですね、小樽先生からの小樽市立病院について、どのように、方向性を持っていくのがいいのか、そのまた例えばですね、他にも2次医療というところが3つあるわけですから、まあ、その際にどのように市の、まあ、私立病院をもしなくすというのであれば、まあ、先ほどおっしゃっていただいた参考例も含めてですが、どのように他の病院との融合を図っていくのが、適切であると思われるのか、お聞かせいただければと思います。長い間、まあ、小樽市立病院については意見を申し上げてきましたが、まあ、最終段階に入ったというふうに思っています。で、私は今そもそも小樽市は今済生会小樽病院が新築中でありまして、まあ、100床から200床近く減少してまで、本当ならですね、現状維持で400床ぐらい出るはずなのに、250床に削減してまでですね、今まで小樽市が出るって頑張ってきた執行に出るわけですから、私はまさに市民に対する、まあ、答えをまさに済生会小樽と統合することが一番いいんではないかと。具体的に言うと、循環器と農業をですね、済生会に引き受けてもらって、官民統合するのが一番いいだろうというふうに考えています。で、今そのこういうことはですね、まあ、企業ではもう山ほど行われていると。長い間テーブルの下で蹴飛ばしがやってきた電気産業にしてもですね、あらゆる業種がですね、もう今や国内よりも国外TPP で今後は、かなり何が起こるかわからない。そういう中で、今、統合なんていうことに対して、従来の確執とかですね、そういうものは忘れられて、今でさえも患者の奪い合いと医師看護師の奪い合いで小樽は大変なわけですよね。あの当時、私が3年ぐらい前に医師会長もお邪魔したりして統合をお勧めしたはずですよね。大変になりますよと。あの立派に経営している協会病院でさえもかなり医師が離脱し始めたと。まあ、あと民間病院がもう一つありましたけど、そういうところがですね、役割分担をきちんとすればですね、私立病院が両方合わせると800から900ありましたよね。でそれが400になったというのは、まあ医師不足、看護師不足でそうなってますが、今その事業管理者がね、箱を新しくすればお医者さん来るという信念の持ち主ですが、それはもう全く誤りでですね、そんなことはありえない。今足んないんですから、もう新築本当にできてやるんであれば、その実績を示しませんとね。で、医師はますます減りつつある状況の中で、あれだけの大きな私立病院が最大級の公立病院です、ベッド数としては。そこに、研修医が来てるのかと。ゼロに近いんじゃないかと思いますね。新入社員が来ないような病院が果たして存続可能かどうかと、企業がですね。そういう認識がないと。それで、豪華病院を作りさえすれば、医師が来るっていう幻想のもとでですね、やっていますから、私は腹水を盆に返すというようなことを議会が絶対決議すべきだというふうに思っています。それで前例としてはですね、桑名市病院250床が今度廃院するんですね。で、民間の山本総合病院350床に吸収されるわけです、独立行政法人として。これは4年間やってきて、一旦営業権の対価で揉めちゃってなかったことになったんですが、私がたった一人の議員から頼まれて、公園に行ったらですね、全議員が集まってくれて、全議員の、まあ、協議会で講演したら、その日にですね、
桑名市議会は市長に対して、もう一度薬を盆に返す努力をせよという決意をしておりましてね、それから1年半、協議を再開して、見事に統合が成立して、政府の方もそれを高く評価して再生基金25億を出して民間病院を買収して雇用も確保して両方を合わせると350、600でしたね、600を400で民間病院側に新築しているという例があります。で、民間がやりますからもうあんまり負担がないようにできるでしょうね。土地があるんですね、民間側の。で、民間側は業績いいんですよね。1億以上利益が出てるんで統合する必然性はなかったんですが、三重大学の強い要請によるものなんですね。で、桑名っていうのは名古屋にすぐなんですね、20分で行きますから、お医者さんがみんな名古屋行っちゃうんですよね、三重大出ても。ですからどうしても桑名を留めなきゃいけなくなったから、ですから、桑名市議会は決起して全会一致で統合案を進めろという決意をしたんです。ですから今回は大変運よく小樽市は入札が2回も失敗するという前代未聞の快挙を成したと。もう一度腹水が盆に変えるチャンスができたというふうに思った方がいいんじゃないでしょうか。私は今のこれは私の意味じゃないですよ、小樽市市会、毎日現場で見てる人がいかに患者が減っているか、高齢化しているか、近くに、なんて言うの、あれは、いい病もありますよね。境目に、民間の急性病院ね。駅再開ですか？そうそう、駅再開じゃなくて、札幌市側にありますよ。手で軽心会で。軽心会で。ああいう病院があって、はい、いますから、なかなか、そこと対抗してですね、医師を集めるのは難しい。だから、病院も脳外と循環器がないような小樽市済生会病院は医師にとって不安もあるし魅力がないと。ですから済生会側にとっても統合のメリットはあるはずなんですね。で、土地はもうすでにあるわけですから、国鉄の土地はね。だから無駄な140億は壮大な無駄遣いになると言ってきましたが、今回ようやくね、議会さえ立ち上がれば私は統合は成功するし医師も来やすい病院になるでしょう。だから250床なら250床でもいいし、私は増やす必要ないと思っています、今病床も。だから250床で在院日数、まあ、今18日ぐらいだと思うんですけども、10日以内にすれば500床ですからね、私は十分だと思っています。周りに大きな病院札幌いっぱいありますからね、無理なんですよ、そもそもやること自体が。だけど今までは1000床の病院をいきなりゼロにするっていう発想はほとんど出なかったわけですよね、まあ、幸い今回の140億で、350ですか、なんか知りませんが、入札を失敗したなんてことは今後のどういうことになるか分かりませんが、おそらく私はもうできないんじゃないかと思いますよ、これ以上ね。だから私は組設計でしたっけ、確か。非常に機能の高い設計をすると思うんですよ。機能の高い。で、理事長さんと、事業管理者作ると早く作れと、再生可能があるから。それじゃあ値段も上がっちゃうし、そもそもできないってことじゃないでしょうか。だから、総務省のアドバイザーの遠藤さんが小樽に来て講演したはずですよね。記事で見ましたけど。彼は、設計施工一括でやれば、反映できるし質も維持できると言ったはずなんですよね。それを小樽市は耳を貸さなかった。議会もね、共産党まで賛成したってんでしょ。ですから今回小樽市の将来のためにはそういう統合が絶対必要で、いっぱいありますからね、民間との統合は。再生会は完全に民間ですからね、税金も払ってるわけですから、そういう病院との統合はこれから山ほど出てくるでしょ。で、できたらですよ、札幌以外の付属病院になるのは望ましいですよね、指定管理者も。だから、札幌以外から、院長を出してもらうというか、今でもしてると思うんだけど、今後の方向としては、独立行政法人化するという手もあるかもしれませんね、
それは。だからこの辺はまあ、市側の出方によるんでしょう。ただくれぐれに言いますけど、雇用確保のために病院を残すっていう考え方は絶対やめてくださいと。客観的、合理的な証拠にも続いてね、この病院が必要だっていうことを立証する必要がありますよね。だからそのことを小樽市市会は極めて冷静かつ正確に分析していたと思いますね。だからそれを、まあ、過疎債を活用してね、豪華病院を作るっていうのは本末転倒だと思いますがね、まあ、議会の動きいかんでしょうね。頑張ってください。ありがとうございました。